なんかさ、この一回唇で上向きにしてから食べるのめっちゃエッチやな。こんにちは、茨と申します。初めての方は初めまして。恋と真空、今回はこちらのゲームのガチャを回していきたいと思います。レイ先生のお誕生日ガチャですね。いやー楽しみにして、チューしてる、がぜん楽しみになってきたんですけど、やったというわけで、このレイ先生のお誕生日ガチャですね。42回以内に星5を必ず習得だから難しいかな、10連で来るのはと思いつつも、とりあえず無料分で回していこうと思います。来ましたよ。さあどうでしょうか。もうこの時点で光ってないから終わりましたね。はい、終わりました。はいはい、でもかっこいいから、お、え、ホムラ君これ初めて見る。え、隠れクマノミじゃん、ニモじゃん、最高。あ、ホムラ君、ホムラ君、あ、シン君、まあ見たことないホムラ君がゲットできたんで万々歳ですね。そうなんだよね、恋と真空のガチャ引くたびに言ってるんだけど、誰が来ても結局嬉しいから万々歳なんだよな。さあ課金をしてきました。いや課金ではない、これはレイ先生へのお祝いなんだ、課金ではない。というわけで27回分とりあえずチャージしてきましたが、このねちゃんと29回揃えてこないところが私の性格が出てますね。というわけで27回回していきたいと思います。頼む、この10連で出てくれ。まあどっちにしろあと17回引くけど、わあ光らない、光っていかない、すり抜けもないってことは、とりあえずレイ先生が次で来てくれると信じている。あ、え、かっこいい、え、あれじゃん、韓国のアイドルやん。かっこいい、ホムラ君。わー、なんかホムラ君持ってないやつがどんどんゲットできて嬉しいな。やったぜ。じゃあ次行きますか、10連。はあ緊張する。いやもうこのさ、あと19回で確定なんだけど、すり抜けてくることが全然あるからね、ドキドキする。10回を願う、いけ、頼む、光らない。あ、え、光った気がするけど違う気がする、違う、勘違い。 あ、これ初めて見る。あ、違う、初めてじゃなかった。勘違い。じゃあいよいよ運命の7回引いていきますか。いや7回で来るかな、2回残して来てくれたら万々歳なんですけど、まあ天井行ってもまあいいかなって思ってる自分がいる。さあ行きますか、1回。あー来ないな、来ないな。2回目、ささ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 さ、あ来るんだ、レイ君、レイ君、レイ君、今何回、あと何回、あと3回、あと3回。あっ、あっ、やったー。やったぞー。あと何回残ってんだろう。いや嬉しい、ガチ嬉しい。え、え、めっちゃイケメン。はっ、あ、なんぼでも取ってあげる。わー、手つないでもらっちゃってる。わーお、チューしてる。わー、わ、え、今のさ優しく微笑むあの一瞬、永遠に刻みたい胸に。わー、やったぜ。さあではさっきゲットしたカードのストーリーを進めてみたいと思います。いやー楽しみ。あとさ、結構ガチャとか回したりカード結構ゲットしたりしてるんだけど、この個別の物語を見るの初めて。ちょっと楽しみに撮っておこうと思って毎回見てなかったんですが、今回初めて一緒に見ていきたいと思います。いやちょっとネタバレ嫌なんでって人はここで U ターンをお願いいたします。ネタバレがっつり挟んでくると思うので。というわけで早速深まる愛やっていきますか。そろそろ出発の時間だというのに、スマホのパーティー計画専用というチャットグループには怒涛のメッセージが届いていた。何その可愛いチャット。関さん、あ、そうだ、今回のイベントであの有能な関さんのお顔が見れたってみんなざわざわしてたんだった、忘れとった。え、イケメンすぎ、あの丸眼鏡めっちゃ似合う、え、イケメンすぎ。かっこよ。シエル先生とエンさんと合流しました。おそらくあと1時間程度でレイ先生のところに到着します。
ケーキも花束も全部車に積みましたよ。別荘は山の中腹にあるので、着いたら先に入っててください。私は彼が最後に入るように時間稼ぎしますから。車の中でレイ先生に見つからないようにプレゼントはちゃんと隠してね。シェール先生なんかかっこいいな。イバラさん、どんなサプライズを用意したんです？聞きたいな。なんでこんなレイ君の同僚たちと仲良くなってんの？いつの間に仲良くなったん？私からのプレゼントは数日前にレイから聞いた彼の幼い頃の体験に基づいて考えたものだ。誕生日の日、一番最初に出会った知らない人がくれた祝福は丸一年効果が続く。レイの両親は幼い彼にそう話したという。へえ、そうなんだ。そういう伝説があるんかな。秘密と返信しようとしていると、突然隣の寝室からの音が聞こえてきた。え、やっぱここレイ君の部屋なんだ。犬は主人公ちゃんの部屋こんなんだったっけと思ってた。レイ君の部屋だった。同じ部屋にいる。タイピングの音？検証になりかけてるっていうのに文字を打ってるの？大丈夫か？心配で。検証炎めっちゃ痛いよな。ダブルベッド、キングベッドかな。めっちゃいいな、寝やすそうでかっこいい。寝室のドアを開けると机の前に背筋を伸ばして座っているレイが見えた。え、待って、枕2つ用意してあんの、エモ。私のために用意してくれてんのかな。スラリとした指がキーボードの上を素早く飛び回り、カタカタという音は止まることなく鳴り続けている。わあ、検証炎でその動きはやばいぞ。顔を上げた彼は私を見た途端に固まった。キーボードの上を待っていた両手がゆっくり持ち上がる。それからその10本の指は胸の前で組まれた。今音声通話はできそうか？話しながら指導する。え、あ、相手に言ってんのかな。はい、大丈夫です、レイ先生。ああ、レイが後ろめたそうに私に目をやり、湿布が貼られた腕を動かす。私はその手を指さすと自分の首を切るようなジェスチャーをした。過激やな。レイが反射的に自分の首を撫でる。問題点が分かりました。ご指導ありがとうございました、レイ先生。わあ、後輩の教育もちゃんとしてるな。明日明後日終戦案を送ってくれ。ではな。わあ、明後日じゃなくて明後日っていうのかっこいいな。私も今度から言おう。レイが通話を切り、机の上のデータ表を引き出しにしまう。そして顔を上げると腕を組んでドアに寄りかかっている私を見た。午後になったら別荘に行くと言っていなかったか。恐る恐るじゃん。腱鞘炎の原因その1、長時間同じ動きを繰り返すことで関節に過度の負担がかかってしまう。しっかり休まなきゃ感知しないよ。まあね、分かってるけどやっちゃうんだよな。レイが私のそばに来て組まれた私の腕を人差し指で軽く弾く。一人で部屋にいて他にすることがなかったんだ。可愛い、何でも許しちゃう。私はそのまま彼の人差し指を捕まえた。じゃあこれからどんなサプライズが起きるか考えてみて。嬉しいサプライズなのか。嬉しいと思うよ。嬉しくなかったらまた来年改善するよ。わあ、来年もいることを前提に言ってるのが最高やな。車？約束通りの時間に関さんは車で私とレイを迎えに来た。スパダリじゃん。そのまま予約してある山の別荘へ向かう。目的地に着く頃には日も暮れ始め、車内は世間話で盛り上がっていた。来年の今日もこうやって楽しく過ごせたらいいわね。エンさん、声も美人。レイ先生と一緒にアケソに移動してきて、この日も以前とは違うものとなりました。わあ、関さんそんな声なんだ。めっちゃイケボやな、かっこいい。今年は夏が長くて秋も暖かくて、極地の氷山も溶けてしまうかも。しかもユーモアセンスまである。モテるぞ。合コンで無双できるぞ。あ、かっこいい。え、待って、メガネじゃん、かっこいい。え、
鼻筋よ、フェイスラインめっちゃ綺麗やな。後部座席に座っている私とレイは窓の外を流れる景色を眺めていた。彼らは何を言いたいんだ世間話だよ。さあね、地球温暖化のことじゃない。シートに置いていた手が突然温かな手に包まれる。ひょっとして。レイを振り向くと彼は私ではなく外の木々を見ている。え、ひょっとして自然に手をつないでくれてるの。暗い車内に時折街灯の光が差し込んでは私たちの絡み合った指と手の甲を照らし出していた。うわ、エモ。到着です。皆さん降りてください。僕は車を止めてきます。入り口に横付けしてくれてる、モテるぞそうだレイ先生、今日シェール先生がおっしゃっていたんですが。はえ、もしかして手をつないでるのがバレちゃった。こちらを振り返った関さんの目が不意に後部座席の真ん中に止まる。とっさに私は手を引こうとしたが、レイは落ち着いている。その手は微動だにしない。わー、隠さないタイプね。いいじゃんいいじゃん。うん、は関さん、ふんって何。どうしたの、いきなり固まっちゃって。何見てるの。あ、A さん、なんでもないです。ん、あ、いいえいいえ、何も。今年の秋は本当に暑すぎるな。車の中にいられません。とりあえず降りましょう。有能待って、関さん有能すぎ。ひょっとして二人きりにしようとしてくれてる。関さんが急いで A さんを車から降ろし、私とレイだけが車内に残った。私はドアを開け前のシートに移動しようとしたが、レイの手の下から手を抜くことができない。振り向くと彼は笑っているような笑っていないような曖昧な目でこちらを見ていた。わあ、もうちょっと手をつないでいたいんだ。ほ、予約した別荘は山の中腹にある。みんな車から降りるとすぐに姿を消してしまい、私とレイが車を止めに行った。なるほど、二人きりにしてくれてるんだ。私たちは森の小道の街灯に導かれ、並んで目的地へと歩く。環境のいい場所だね。昼間もきっと綺麗なんじゃないかな。私は何も聞いていないというのに、誰かさんは明日の予定のネタバレを始めたのかそっか、泊まるからね今回山荘に。小道の突き当たりに別荘前の綺麗に手入れされた芝生が見えてきた。レイがドアを開ける人になるように私はわざと歩く速度を落とす。あ、サプライズか。どうしてドアを開けないの。バレてるんじゃないこのドアを開けたらサプライズが出てくるのではないかと怖くてな。なんでそんなわかんのすごいな、バレちゃってる。うわ、ドアを開けた瞬間クラッカーの音が鳴り響いた。色とりどりの紙吹雪が宙を舞い、全てが計画通りだ。わー、すごいな。レイ先生、レイ先生、お誕生日おめでとうございます。すごい慕われてるじゃん職場の人に。すごいな。みんなが私とレイをリビングの真ん中で囲み、ろうそくに火を灯したケーキの乗ったワゴンも押されてくる。いつの間にか私の手には誕生日の王冠があった。誰かが押し付けたのだろう。混乱に乗じレイの背後に忍び寄った私はそれを彼の頭に乗せた。あ、でもこれはヒロインちゃんしかできない芸当なんじゃない？てか待って、このさ後ろにある火の感じめちゃくちゃリアルなんだけど、すごいグラフィックが綺麗。ありがとうみんな、本当に予想外のサプライズだ心にもないことを。でもこれがレイ君の優しさなんだよね。レイがぐらつく王冠を支えながら私を見る。これは誰のアイデアだもしレイ先生がこのサプライズに満足されていないようでしたら、彼女が一人で考えたものだというしかありません。責めるなら彼女のことを責めてくださいね関さん。このケーキはみんなからレイ先生の贈り物だよ。別荘はシェール先生おすすめの場所で、車は関さんが運転してくれて、クラッカーはエンさんが用意してくれたの。そしてこの計画は私が考えたんだ。攻めるならこの場にいるみんなを攻めなくちゃ。家福は共にするもの、ケーキは共に食べるものさ。レイ先生、
願い事はしないのかい？シエル先生めっちゃイケボ。ん？いや違うかな、この声、え？誰だ？なんか聞いたことある声なんですけど。今日は誕生日前日ですから、これは前菜ですよ。誕生日当日である明日、願い事をすると叶うんです。ですよね。願いが叶うといえば経験があるな。昔ごく普通の夜に願い事をしたのだが、あの時の願いは今叶っている。え、何、何を願ったの？彼の笑みを含んだ視線が私の顔でしばらく止まり、そしてケーキに向く。ひょっとしてあれか、初恋だったのかな。初恋の子と結ばれますようにみたいな、そんな感じ。欲を出しすぎると予期せぬ結果がもたらされるかもしれない。だから今は願わないことにしよう。なるほどな。みんなにせかされ、レイはケーキを切り始めた。私たちは拍手をしながらバースデーソングを歌う。簡単な歌だというのに、私たちの歌声は点でバラバラだ。まあそんなもんだよね。幸い、レイの外科医としての長年の経験のおかげで、彼は笑いをこらえながらケーキを均等に切ることができた。ずっと聞きたかったんだが、レイ先生と君は昔から知り合いなのかい？幼い頃に知り合いました。家族が友人同士だったものだ。そうだったんですか。てっきり主治医と患者として知り合ったものだと思っていました。子供の頃は互いのことを知ってはいたものの、一緒に遊んだ時間はかなり短かった。レイが私を見て口元を少しほころばせる。初めて会った時、なぜか彼女は私のことをとても怖がった。そうったい。どうしてです？それは本人に聞いてくれ。私はレイの目を見返した。そうだったっけ？やっぱ覚えてないよね。多分あなたがずっと黙ってたから嫌われたと思ったんじゃないかな。みんなの目がレイに向き、彼が軽くメガネを押し上げる。それなら今は。え、みんなの前で聞いちゃう、そういうこと。え、まだ私は子供の頃と同じだと思うか。反撃してくるとは予想外だ。今は。私はケーキを一口食べた。濃厚なクリームが口の中で溶けていく。まだ観察中かな。あ、いいな、返し方上手だな。彼が手を伸ばし私の周りを探る。そして私の手を見つけると、迷うことなくその手を握った。わお。どうやら互いのことをもっと深く知る必要があるようだ。待って、関さんたち今真っ赤になってんじゃない？リア充が横にいると真っ赤になってんじゃない？めちゃくちゃおしゃれなバルコニーなんですけど。え、すごっ、2階まであるしさ、どんだけ高いんだろこの別荘。例のプレゼントでテーブルがいっぱいだ。賑やかなお祝いは深夜まで続き、みんなはおやすみと言い合って部屋へ戻った。例の部屋は3階だ。私は自作の小さなケーキを手に持ち、慎重に彼の部屋のドアを開けた。え、自作のってことは主人公ちゃんが作ったんかな。レイはバルコニーに立ち、月明かりの下で遠い湖に映る月を見ている。もう絵画じゃん。疲れた？彼が私を手招きする。私たちはバルコニーの椅子に座り、ケーキは丸テーブルの上に置かれた。かっこいい。それは私がお前に聞くことだろう。丸一日忙しくしていて疲れたのではないか。優しい。正確に言うと一日二日ではないだろう。疲れてなんてないよ、ただ嬉しいだけで。大好きなレイ先生に自分たちの好きを伝えられるチャンスだってみんな喜んでたよ。レイが片手を顎に当て微笑みながら私を見つめる。こんなに準備してくれたのは私がより多くの祝福を得られるようにするためか。最初はちょっと心配だったんだ。こんなにたくさんの人に誕生日を祝われるのは
慣れてないんじゃないかって。でもやっぱり誕生日にたくさんのスキーに囲まれてほしいと思ったの。顔を上げて彼を見る。スキーに照らされた彼の顔と視線がどことなく優しく見える。慣れるには少し時間がかかったが、慣れてしまえばこの夜が終わるのがもったいないように思える。わあ、楽しかったんだ。よかった。この夜が終わらないと本当の誕生日が過ごせないよ。レイは笑いながら私の方をつまんだ。わまた期待値を上げたな。じゃあ食欲も出てきた？そう言って彼の前にケーキを押す。あー、ケーキ好きなんかな、レイ君。私の食欲はちょうどお前が作った食べ物を食べきれる程度だ。わあ、きっとさ、パーティーでいっぱい食べてお腹いっぱいのはずなのにさ、持ってきてくれたから食べるんだ。優しい。動画を撮って父と母に送ろうと思っていた。撮ってくれないか、ケーキと一緒に。撮る？編集も私がする。やらせてください。レイの両親はどちらも世界で活動する緊急医療団体に所属している。とても危険な地域を飛び回っているため、ビデオ通話をする時間などめったにない。そうなんだ。そんな危険な場所にいるんだ。それは気が気じゃないね。誕生日のたびに動画を撮って送り、自分は元気だと知らせるのだと以前レイが言っていた。そっか、息子の誕生日だけど帰ってこれないぐらい忙しいのか。私がスマホのカメラを向けると、レイが淡い笑みを浮かべる。父さん、母さん、久しぶり。こちらは元気にやっている。しかも今年はいつもより嬉しいことがある。一人で誕生日を過ごしていないんだ。父さんと母さん、そして周囲の人たちが祝ってくれるおかげで、今年も9月5日が自分の誕生日だと忘れずに済んだ。二人が順風満帆でいられるよう願っている。こちらも自分と周囲の人たちの平安無事を守ろうと思う。どうした？終わり？あ、終わりにしよう。そっか、いい息子やな。私は録画を止めた。撮影中私の声が入っちゃったからカットしておくね。いや、そのまま送ってくれ。え、いいの？二人ともお前のことは知っている。知っとった？え、紹介してくれたんだ。うわ、もう結婚じゃん。彼の言う通り動画をそのまま送る。レイはケーキを味わい始めた。いいな。え？いい？私が作ったケーキのこと？ケーキもいいし、景色もいい。私の正面に座っている人もいい。すべてが完璧だ。もう褒め方が完璧。遠くで湖に淡い月の光が降り注いでいる。ケーキを食べ終わるとレイは満足そうな顔をした。そして私たちはバルコニーの手すりの前に立った。時折爽やかな甘い花の香りが漂ったが、何の花かとっさに思い出せない。ああ、あれかな、ジャスミンかな。今ケーキ作ってるやつにさ、ジャスミン乗せてるからさ、ジャスミンの花かな。さっき撮った動画は短かったけど、ご両親に話したいことはまだまだあるんじゃない？あれ以上話す必要などない。二人が元気でいることが分かればいいんだ。なんていい息子なんだ。きっとさ、心配だし寂しいって気持ちも絶対あるのにさ、それでも二人が無事ならいいんだって、まあ素敵やな。めっちゃ素敵やな。幼い頃、誰かがレイを褒めるたびに、レイの両親はこの子が元気であればそれでいいといつも言っていた。わあ、両親もいい人。口には出さないけど、やっぱりレイはご両親に目の前で誕生日を祝ってもらえないのが残念なのかも。レイを元気づけようと私はわざとらしくため息をついた。
どうした？小さい頃、あなたが引っ越してくれてよかったと思っただけ。え、なんで？レイ先生は成績優秀で落ち着いてて、誰もが褒めたくなるでしょ？そんなよくできた子と一緒にいるのって、私たち子供にとってすごくプレッシャーになる。つまり、私が引っ越して嬉しかったということか？とか言って、あっ！からかい半分のその口調に思い切って彼の顎をつかむ。すごいな。レイ先生の目めっちゃ綺麗だな、本当に。かっこいい。それほど力は入れなかったものの、顔をこちらに向かせるには十分だった。でもそのよくできた子も、今はこうして私の手でもてあそばれてる。先ほど言った子供の頃に私がお前を嫌っていると思い込んでいたというのは本当か？本当だよ。気づいてなかったの？私が覚えているのは、一緒に水族館に行ってお前がかき氷を買ったことだ。え？デートしとうやん。お前が食べながら私に笑いかけた時、口の中がシロップのオレンジ色で染まっていた。わあ、つくもんね、ベロにね。わあ、思い出だね。デートしとった。あれは面白かったが、その時の私はそっぽを向いてしまった。え、どうして？ツンデレの時期だったんかな。どうしてだろうな。育児がなかったわけではないのだが、ただ子供の頃の私は、お前の隣に立った時は面白い話がしたいと思っていたな。うわぁ、もうそれ気になってる。好きな子じゃん。ようやく言いたいことを思いついたものの、お前はもういなくなっている。そういうことが何度もあった。つらっ。まあ確かに主人公じゃの性格的に待てない気がするな。あなたはもともと無口で、ゼンマイを巻かないと話せないのかと思ったよ。私にアザラシをくれたあの日もそう。数日後にはまたあなたと遊べると思ってたのに。お前といるといつも予想外のことが起きるから、とても楽しかった。私は指先でそっと彼の頬をつついた。それってまさかアザラシに氷を投げられたことを言ってる？もちろんそれもある。彼が優しく私の手を握る。かっこいい。あの日以降、長いこと離れ離れになると分かっていたら、お前との楽しい思い出をたくさん作れるようもっと努力しただろう。うわあ、そっか、急に知らされたんだ、レイ君自身も。もう一度だけ、水族館や遊園地、どこへでも行けばよかった。うわあ、今から行こう。もうこれから先の未来何度でも行こう。語られていなかった秘密は、切手の貼られていない封筒に入れられていたようだ。うわ、おしゃれな言い回し。ポストに入れられなかった手紙は引き出しの中で眠り、時間の経過とともに黄ばんでいく。今もまだ後悔してる？後悔していたのは昔の話だ。私たちはもう無事に大人になったのだから。何かに塞がれたように胸が詰まり、彼を抱きしめる。彼は少し驚いたようだが、身をかがめて私を抱き返した。今は運命に感謝したい。かっこいい。この世に本当に運命を司る神がいるとしたら、私は目をかけられているのだろう。でも運命はあなたからたくさんのものを奪ったじゃない。彼が私の肩に顎を乗せ、首を振る。貪欲になってはいけない。誕生日なんだから、ちょっとくらい貪欲になっていいんじゃないかな。すでに、お前からの誕生日プレゼントを貪欲に期待している。わ。彼の温かな吐息が耳を撫でた。口には出さないくせに、誰かさんは心の中でずっと誕生日プレゼントのことを気にしてたんだね。
欲しいものがこれほどたくさんあることに自分でもさっき気づいたところだ。また懐かしいあの花の香りが漂ってくる。不意に私はそれが金木犀の香りであることを思い出した。金木犀ね、めっちゃいい香りよな。部屋に戻る前、私は例の枕元に手作りのバースデーチケットをこっそり置いた。それには明日の朝別荘近くのキッチンカーまで行くようにと書いてある。キッチンカーとかあんの？そこで誕生日の日に一番最初に彼を祝福したいと思っている。知らない人が待ってるのだ。おお、すごい紅葉だ、綺麗。昇ったばかりの朝日が木々を塗って降り注ぎ、秋の森をより純粋な金色に輝かせている。キッチンカーのそばに置かれた黒板にはこう書かれていた。営業時間午前6時から8時、お客様レイ。わあ、おしゃれ。あ、わあ、かっこいい。おはよう。おはよう。こんなかっこいい人が待ってたらドギマギしちゃうわ。早かったね。早く目が覚めたら枕元にバースデーチケットがあってな、今日誕生日の人はプレゼントをもらえるらしい。何が用意されているのか見に来た。うわ、めちゃくちゃおしゃれなチケット。これヒロインちゃんが用意したん？上手だね。デザインセンス抜群や。プレゼントはまだ用意できてないけど他のものならあるよ。あ、かっこいい。塗る？塗るって何？触るとかじゃなくて塗るって何？そんな選択肢ある？これこのポーズあれじゃん、ガチャ動画で見たやつやん。あ、またいたずらか。拭いちゃダメ、大切な誕生日の祝福なんだから。後ろに回したその手、もしかして次の祝福か？え、何何何するの？全然分かってない。私からの祝福を拒否するの？チケットを使ってしまったから受け取るしかないな。かっこいい。え、目閉じてる。まつげ長。え、美しいんですけど。一生見てられる。わあ、ちゃんとさ目つぶっててもまばたきしてる。リアル、かっこいいな。え、触っていいんですか？失礼します。わこの大切な祝福は、わあ、半分分けてやらないと。チューした。なんだ、チンって言った。待ってて、誕生日プレゼントができたみたい。誕生日限定クッキーだよ。店長の腕がいいから一つでは足りなそうだな。わ、このまま食べるんだ。わわわわ、なんかさ、この一回唇で上向きにしてから食べるのめっちゃエッチやな。なんかめっちゃ好きだわそれ。またアイシングクリーム塗ってないのに。あ、美味しいかな。だが気に入った、ごちそうさま。よかった。綺麗やな。え、あ、人静かにして経過を打つ。あ、のどかな時をくれたお前に感謝する。こちらこそ。触っていいんすか？失礼します。あ、金木犀だねこれ。いい香りしそう。サプライズは受け取った。これから一緒に花を見に行かないか？最高。ダメ、一番大事なプレゼントが残ってる。なんだ？何何何があんの？え、あ、わあ、息ができない。お誕生日おめでとう、レイ先生。尊すぎて息ができない。満開の金木犀が空の一部を覆っている。私とレイは一緒に森を歩いて花を見た。湧いてきたレイ先生の食欲、今日は満たされたかな。一年効果の続く祝福をもらったんだ、満たされないはずないだろ。子供の頃、
あなたはこの話を本当に信じてたの？子供の頃どう思っていたかは覚えていない。あの時最初に出会った知らない人は今日出会った人ではない。彼が振り向き優しい笑みを浮かべた。だが今日の私は信じる。そしてこれからもずっと。秋風に吹かれ金色の金木犀の花が散っていく。でも私はまだ満たされてない。もし一緒に大人になってたらこういう誕生日を十何回もあげられてたのに。お前がくれた誕生日プレゼントを保管しておくための専用箱があったかもな。子供があげるプレゼントだよ。きっとシールとかペンとかだし、箱を用意する必要なんてなかったよ。だがこれから何度も誕生日プレゼントを贈る機会はあるだろう。何が足りていないと感じるんだ？彼の顔が優しくなればなるほど一緒にいなかった時間を埋め合わせたい気持ちになる。引っ越しなんてなければよかったのに。なければ会いに来てくれたか。一緒に遊びに出かけた。あなたと一緒にいた。あなたと一緒にいた。私が不機嫌の時はいつもあなたに気づかれちゃって、でもあなたは不機嫌の理由を聞いてこない。わあ、そばにいてくれるんだ。まずはコンビニに連れて行ってアイスを買ってやる。最高。私はアイスを食べながら試験の結果が悪かったってあなたに言う。わあ。それなら補習をしてやる。夜になってセミが鳴き止み、猫も丸くなって寝るまでな。かっこいい。私があなたにちょっと寝させて、宿題は今夜絶対終わらせるからって頼むまでね。お前は机に突っ伏して寝てしまい、寝言で計算式をつぶやく。わあ、いいな。なかったけどこの過去がなんか今ここにあるような感じがしていいね。私たちは足を止め見つめ合った。爽やかな甘い花の香りが周囲に満ちている。その後はすぐに大人になるから他の人を好きにならないでねって慎み深くあなたに聞くよ。私はカレンダーのお前の誕生日に丸をつける。成人したらあなたが一緒に食事か映画に行こう、大人の遊び方でっていうのを待ってる。だがまずはお前と雪を見たい。初雪を。わあ。初雪を見た時に告白するの？どうだろうな。あなたの次の誕生日が来たら私と親友たちで祝ってあげる。そしてパーティーが終わったらあなたはバルコニーで私にこう聞くの。もし自分が両親と一緒に引っ越していたらもう二度と会うことはなかったのだろうかって。彼は金色の世界に佇み微笑みながら私を見ている。お前はどう答える？運命の人だから必ずどこかで出会ってるっていうかな。わあ、満点、満点の答え。彼は何かを確かめるように身をかがめて私を抱きしめた。私たちが大人になってよかった。大人になってレイ先生、レイ主任医師、レイさんになったね。だがある人にとって私はレイでしかない。わあ、お誕生日おめでとう、レイ。これから毎年あなたが穏やかで幸せに過ごせますように。誕生日に願い事をするとより効果的なのだろう。実はさっき私も願い事をしたかもしれない。え、そうなの？願い事は口に出したらダメだよ。叶わなくなるから。分かった。では絶対に叶うものを一つ言おう。何？これから先ある人と過ごした日々を想像で満たすことがないよう願った。わあ、それは絶対叶う。彼が身を起こし私を見る。その目はずるく優しく輝いていた。
その人が誰か気になるだろう。気になる。あ、え、答え合わせない感じ。あー、これで終わりか。いやー、よかったな、マジで。すごいよかった。なんかさ、過去の話をするときちょっとお互いやっぱしくしく胸が痛んじゃう感じがするけどさ、でもこうだったかなこうだったかなって二人で想像して言い合ってるのさ、バチバチにエモかったね。いやー、いいなー、レイ先生と主人公ちゃんの関係最高ですね。というわけで一旦ここで終わりたいと思います。いやー、最高でした。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。イバラでした。昨日別荘で撮った写真を見ていたら、ふとお前に電話をしたくなった。うわ、急なんですけど。特に大事な用があるわけではない。ただどの写真にもお前が私のそばにいることに気づいてな。別荘から帰ってきた後、急に身の回りがガランとした気がして少し落ち着かない。きっとそのせい。昨日別荘で撮った写真を見ていたら、ふとお前に電話をしたくなった。え、何その可愛いの。特に大事な用があるわけではない。ただどの写真にもお前が私のそばにいることに気づいてな。わあ、いつもそばにいるよ、いつもね。別荘から帰ってきた後、急に身の回りがガランとした気がして少し落ち着かない。泊まり行こうか。きっとそのせいで一緒に撮った写真を見たくなったのだろう。私たち二人の写真の中でお前はどれが一番気に入っている？一番は難しいな。それを聞いてどうするのかって。スマホの壁紙にしたい。かわいい。ああ、その通りだ。スマホを開くたびにお前を見られるようにしたいからだ。最高じゃん、私もそうしたい。どうして急にそんなことを？急ではない。ただこのような瞬間は保存すべきだと気づいただけだ。昨日だけでなく、お前が私の誕生日のために心を込めて準備してくれたあらゆる瞬間を保存したいと思う。わっ、へっへっ。お前がケーキを作る姿、バースデーソングを歌う姿、頭に紙吹雪をつけた姿、肩に金木犀の花を落とした姿。わあ、私のそばにいつでも様々な姿のお前がいてほしい。え、プロポーズされてる？お前のどのような姿も私は全て好きだ。好きだって嬉しい。人生が一冊のアルバムだとしたら、これからのどのページにもお前のいる写真を入れたい。え、プロポーズされてる？やっぱり。来年の誕生日にはどんな写真を残そうか、もう想像し始めている。少し気が早すぎるだろうか。いや、嬉しいよ。お前がいたからこれまでの誕生日に関する心残りが全て今は期待に変わった。このアルバムの空白を二人でゆっくり満たしていくことがとても楽しみだ。うわ、プロポーズじゃん。これから先の人生共に歩こうって言われてんじゃん、最高。ここまでご視聴ありがとうございました。動画投稿は2日アップロードしたら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。もし少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。